え、堀が来た時って本当さ、ほとんど人いないよね、サッカー選手。なんか、あれっすよ、日本人選手いっぱい集めてサッカーしようって言ったら、十何人しか集まらなかったですね。でもそれでも十何人いるってことが僕からしたらすごいと思っちゃうんですけど。選手会をやるときでも、もう3、はい、40、50が来るか。来ますよね、うん。日本人選手って本当多くなったんですよ、ね、オーストラリア。マークが珍しいみたいな。どんなやつやん、そう。逆に良かったらいいですけど、悪かったらほんまボコボコでしたね。こんな感じでできてます。ありがとうございます。はい、こちらさんこんな感じ。いやありがとうございます。いや、俺、絵に負けてるわ。タスク。はい、タスクさん。まもなく、ヤフーニュースのトップを飾った男。ああ。本田圭佑と戦い予定やったが。はい、戦い損ねた男っすね。戦い損ねた男。でも、そのおかげで、その試合自体の注目度が上がって、はい、そこでなんか勝っちゃうっていう。うわー、すげー。いや、あの時2ゴールしたよね。あれ、もうあんな出ないっすね、一生。メルボルンサッカーどこなん？大会しなそうな雰囲気が出てます。しない？あの、多分できるんですけど、再開、うん、7月ぐらいから多分。でもしたくないんですよ、みんな、どのチームも。なるほど、うん、なんか入札制度もそうらしいね。シドニーはもう12チーム中12チームやりたくないって言ってるみたいで、あ NPL1、うん、あ、うん、それこそ監督が聞かれました、その給料なくてもやりたいかみたいな、うん、あ、逆にね、うん、でやりたい選手だけ来ればいいかなみたいな感じです、多分。買う側やけんね。やりたくないらしいですね、うん、やりたくないっていう気持ちもわかるよね。うん、で選手たちもね、オフが短くなってとか、ここでね、全然やってなくて怪我してっていうのもね。そうなんですよね、クオリティのある話ですね。うん、で逆になんか2とか NPL2、3のチームは全チームやりたいみたいです、逆に。2？ メルボルンもシドニーも。はい。お、タスクもできた。あの、すごい可愛くしてやがっちゃいました。おー、タスク。滑ってるじゃん、いいっすねー。ねえ、本物より給料とかの話してましたけど、こう日本と海外だとやっぱ違ったりするんですか？やっぱ試合ごと、まあそのプロのあれがわかんないですけど、うん、その1試合でもらえる額が変わってくるっていうのは、っていうか試合に出ないともらえないっていうのが多分大きいんじゃないですかね。はい、ならさ、今年さ、なんかアシストとかのさ、アシストシュートとかで、はい、なんか少しボーナスじゃないけどさ、あるって言ってなかった？はいはいはい。それは今まであった？いや、今までないですね。今回初めてそういう契約で。うん。まあ、それ話した時にオーナーの人が言ってくれた？そうですね。自分ともう直接話して、うん、で、その中で、まあ、それをつけようっていう話になって。自分から言ったん？そうですね。今回自分から言って、まあ、結構快く受け入れてくれたんで。うん、で、それプラス、うん、なんかあっちもいろいろ細かいのを設定してきてくれて、無失点だったり。うん、無失点もあんの？ま、はい。なんかあの僕ってこう一つ一つの絵がむちゃくちゃうまい。あ、ゆうたさんはまっすぐしてください。はい。チェックしてたんですよ今。すいません、今はまだ活動中止？休止？2つのエリアでやってるんですけど、うん、1つではサーキットトレーニングみたいになってます今。あ、なるほどね。そう。だから、こう、その時は7人ぐらいだったんで、おう、こう、7レーン用意して。あの、距離を取るためにね。そうそうそう、7レーン用意して、
その一人ずつこう何エクササイズ考えて、うん、でもローテーションさせていくみたいな。お、できたんちゃう？できました。ありがとうございます。はい。なんかめちゃくちゃ可愛かった俺。いや。なんか早く。え、モンゴルのサッカーってどうなん？面白い、気になった。モンゴルのサッカーですか？いや、どうなんすかね。いや、フィジカルは強いです。めっちゃ。はい。何部リーグだったんですか？あ、一応一部ではやらせてもらったんですけど、はい。いや、モンゴル人めっちゃすごいですよ。本当に。一部だとプロ扱いですか、やっぱ。いや、一応プロリーグでは、一応ありますね。はいはい。はい、うん、そうですね。給料ちゃんともらえるん？僕のところはちゃんともらいました。めっちゃ少なかったんですけど。え、もらえてその給料だけで生活はできるん？いや、僕は結構ギリギリでしたね。なんか、一応家はタダで出してもらってて、うん、で、サッカーだけの、うん、あの給料だとちょっと厳しかったんですけど、うん、なんかあの、たまにっていうか、一回、なんかモンゴルのバラエティ番組に出たことがあって、うん、それが結構なんかお金もらえて、経歴やばい、経歴やばい。次じゃん。サドさんできました。あ、いやーすごい。すごい。ありがとうございます。ニュージーはどうなん？髪切りましたけど。サッカーですか？うん。サッカーは、あれですね、なんか、外人枠がないもんで、結構いろんな国の人が多くて、自分のチームはニュージーランド人が3人しかいないんですよ。で、逆にみんななんか、南米から来る人とか、あとまあ、フィジーとか、あとメキシコ人とか、なんかいろんな国の人がいますね。ああ、そういうことね。ちなみに、ちょっと真面目な話、皆さんにしていいですか？質問。うん、任した。あのサッカー選手やってる方で、あのシーズンが行われないとか、行われるとしてもあのペイカットがあるとかっていう場合に、なんかみんなどういう選択肢持ってますかっていうのをちょっとサッカーやってる人に聞きたいんですけど。今ニュージーランドにいるんですけど、まあ残りますね、シーズンが始まらなくても。一応年末までビザがあるもんでいるんですけど、まあその理由としては、まあ今日本帰って、まあ働ける、すぐ働けるところが見つかるかっていうところですかね。今まあこっちで働いてるんで、あのまあサッカーとは別に。はいはい。まあそこで、まあ、そういうお金を貯めるっていう意味と、まああと語学ですかね。英語環境なので、まあそういうのを学べたらなっていう感じで残ろうと思います、はいはい、僕は。リーグはどんな感じですか？再開しそうですか？あれ、もうそうですね、もう来月から再開しそうで、昨日からちょうど練習が再開になったんですよ。はい、なので、まあ、順調にいけば来月から再開しそうな感じです。こっちは串田は串田。そう、串どうすか？いや、俺らだって9月が始まるからね。始まらん可能性とかあった場合とかさ、どんな考えておった？いやー、それはでも、どうやろうね、他の国っつってもでも動いてへんもんね。だから動き出してからじゃない？いろいろ。ありがとうございます。おお。あ、そうです、そうです。ちょっとあの、これいいっすか？ちょっとオプションつけていいっすか？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 オプションつけていいですか？欲しいんすけど。書きます、書きます。はい、どう？ちょっともう退出させようか。なんか行くんだぞ。行くの持ってるよね。オプションつけてきたぞ。
プラス、プラス料金じゃないですか。じゃあみんな別料金発しようこいつから。ボーリッコ、ボーリッコ500円ですよ。うん。再開しないですか。いや、まだグラウンドがあれ使えへんね。だから、来月ぐらいかな。串田さんです。おぉ、すげえ。これどれどれ、カッターボール、カッターボール、これ、クッシュボールオプションでつけたけんね。何も言ってないのも